皆様オラー、オレンジクレープカロチャンネルのお時間です。今日はですね、祝福ドラミング、ね、第3弾で中学生のね男の子たちが2人でね来てくれて、美味しそうに食べてくれている動画を撮りましたのでお届けしたいと思います。いいですか？いいよ、頼むよ。200人登録者数おめでとうございます。あれ、はいはい。ゴリラね、ゴリラやんないと。逃げちゃったよ、逃げちゃったよ、はい、やるぞ。ありがとう。やれよ。じゃあメロンどうやって食べたいの？何がありますか？まあ、半分に大体切って種くり抜くから、はい、そのまんま がっつり食べたいって言って生クリームのせてとかチョコレートアイスのせてとか何でもいいよ。あ、じゃあそのままで。そのままアイスも何も入れなくていいの？はい。本当に？生クリームだけですか？値段変わんないんだよ。はい、大丈夫です。そのままがいいです。お前バカじゃん。え、そのままがいいのね、はい、分かった。じゃあもう一つは、じゃあ、うん、何かする？何でもいいよ。生クリームとアイスでもいいよ。何でもいい。じゃあ生クリームとアイス。何アイスにする？これ。やっぱ生クリームだけだよ。生クリームだけ？あとなんか。じゃあいちごジャム好きなの入れる？了解。お願いします。おお。よいしょ。生クリームもいらない。本当？そのまま食べてみたい。了解。
はい、お待たせしました。ありがとうございます。重たいから気をつけてよ。重た。はい、お待たせしました。ありがとうございます。いいよ、どうぞ。すごいね、めっちゃでかいじゃん。顔よりでかいかもよ。でかっ。いただきます。はい、どうぞ。うまい。柔らかいでしょ。はい、柔らかいです。ね。うまくね。無言になっちゃった、無言に。うまいっす。やばくね。ほら、メロン嫌いだったのに、これです、ね。あ、メロン嫌いだった？はい。へえ。でも全然平気？美味しい？よかった。すごいね、水分。水分すごいでしょ？はい、甘い果汁が。メロンなんか一番水分取れる気がする。これ手疲れない。置いて食べてもいいよ、その、うん、手疲れちゃうほど重たかった。筋トレ筋トレ。じゃあまあゆっくり食べてね。はい、最後まで動画を見ていただきありがとうございますね。性格出ますよね、片方の子は恥ずかしくなっちゃってね、ユニフォーム着てた子はちゃんとやってくれてみたいなね。性格出ましたけど、美味しく食べれたそうでよかったです。チャンネル登録、いいねボタン、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、アディオース。